ジョン・ハブリチェック、ジョン・ハブリチェック、ジョン・ジェイ・ハブリーチェック、1940年4月8日代はアメリカ合衆国の元バスケットボール選手である。1960年代から1970年代にかけて NBA のボストン・セルティックスでプレ、ー。公主両面でチームの中核的な存在であり続け、セルティックスの黄金時代後期を支えた。1983年に 殿堂入り。ニックネームの本土は、ジョン・ウェイン主演の同名の映画にちなむ、オハイオ州、マーティンズ・フェリー生まれ、プロ野球選手ブライアン・ブキャナンの学譜。オハイオ州立大学在籍中の1960年、彼のチームは NCAA トーナメント制覇を果たしている。チームメイトには、将来殿堂入りするジェリー・ルーカスやのちに、監督としても有名になるボブナイがいた。 高校生の時には、アメリカンフットボールの選手としても有名で、大学時代にはバスケットボールに専念していたにも、かかわらず、卒業時には、NFL のクリーブランドブラウンズからも7巡目でドラとされている。NBA では、ボストンセルティックスにより1巡目で指名を受け、1962年にセルティックスに入団する。後には偉大な選手として歴史に残るハブリチェックだが、 当初のセルティックスは、過大な期待はせず、ベンチメンバーの一人程度に考えていたようだ。この頃のセルティックスは、ビル・ラッセル、ビル・シャーマン、ボブ・クージーらの名選手たちにより4連覇を果たしていたところだった。新人のハブリチェックは控え選手として、チームに貢献。1963年に、セルティックスは5年連続のリーグ制覇を実現した。 翌シーズンから数シーズンにわたってハブリチェックは控え選手だったがチームへの貢献度の高さは明らかだった。ハブリチェックはシュートがうまく必要な時に得点することができリバウンドやパスでも印象的な数字を残した。ガードフォワードの両方のポジションをこなしディフェンス面でも非常に優秀なオールラウンダーだった。スタミナに恵まれていることでも有名で ニューヨークニックスのレッドホルツマン監督は、これほどスタミナのある選手は知らないと語っている。キャリア前半のファブリチェックは、ベンチから試合に投入されるシックススマンとして、チームの連覇を支えた。控え選手であるにもかかわらず、数シーズンの間ファブリチェックは、チームで最も出場時間の多い選手であり、得点でもチーム首位、ないし2位だった。 6番目の男の果たした役割は評価され、2年目の1964年、そして1966年から1970年にかけて連続でオール NBA セカンドチームに選出されている。ハブリチェックは勝負強さを持ち合わせた選手でもあった。よく知られるプレーは、1965年のプレーオフ、フィラデルフィアセブンティシクサーズと対戦したイーストンディビジョ。 ファイナルでのスティールである。最終の第7戦、残り5秒で、セルティックスが110対109と1点リードしている場面で、セブンティーシクサーズのハルグリアからのインバウンズパスを引き、セルティックスの NBA ファイナル進出を決定させた。このプレイは、長年にわたりセルティックスの試合のラジオ実況を、務めたアナウンサージョニー・モーストの、 ハブリーチェックスティールズ・イット、ハブリーチェックがスティール。という絶叫で非常に有名になった。NBA ファイナルに進んだセルティックスは、ロサンゼルス・レイカーズを下し優勝を果たす。このシーズンを含め、セルティックスは1966年まで優勝し続け、8連覇という普及の功績を残した。10年以上にわたりチームの中心だったビル・ラッセルが、 引退し、トム・ヘイン・ソーンが監督に就任すると、ハブリチェックは先発となった。1969から70シーズンには得点、アシスト、リバウンドで、チーム主位、翌シーズンには28.9得点、7.5アシスト、9.0リバウンド、出場時間もリーグ最長となり、オール NBA ファーストチーム入りを果たした。このシーズンから1974年まで、 オール NBA ファーストチーム選出、そして、オール NBA ディフェンシブファーストチームには1972年から1976年まで、連で選ばれた。セルティックスはラッセルが引退した1969年以来、優勝から遠ざかっていたが、1974年には、再び NBA ファイナルに進出し、カリーム・アブドゥルイコールジャバー率いるミルウォーキーバックスと対した。 シリーズは2試合の延長戦を含み第7戦までもつれる激戦となり最終戦を制したセルティックスが5年ぶりの優勝を決めた。ハブリチェックはファイナル MVP に選ばれた。2年後の1976年にもセルティックスは NBA ファイナルに進出する。チームではデーブ・コーエンスなど新しい世代の選手たちが活躍しており30代後半に なっていたハブリチェックが残す数字かつてに比べれば、下がっていた。このシーズン、優勝を争った相手は、フェニックス・サンズだった。6試合で終わったシリーズ中、延長3回までも連れ込んだ。第5戦は、NBA 史上最高の名勝負ともことれる。激しいシリーズを制したのはセルティックスで、ハブリチェックの優勝回数は8回になっていた。 さらに2年後の1977から78シーズンを32勝50敗と大きく負け越したセルティックスはプレーオフ進出を逃してしまう。この年すでに38歳になるハブリチェックは引退を表明した。引退した時点の NBA では最も多くの試合に出場した選手であり26,395得点は今でもセルティックス史上最多の生涯通算得点である。 引退後の1980年には NBA35 周年を記念したオールタイムチームに選出されている。1996年に NBA50 周年を記念した歴史上の偉大な50人の選手にも選ばれている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。